どうもー、世界100億人の数少ない方の皆さん、おはようございます。ハラオン西です。はい、皆さんお待たせしました。はい、今日はですね、宇都宮駅の近くに、うん、ドンキホーテ、メガドンキがあったんですけど、はいはい、そこで、宇都宮の餃子、いろんなお店に餃子が食べれるってことでね、おー、いいですね。はい、宇都宮っぽい。行ってきます。はい、行ってきます。はい、宇都宮らしいことは全然してないですからね。ほんとそうね、はい。皆さんもパチンコばっか売ってるの見たくないですよね。うん、たまにはね。そうですよ、はい。あとね、大谷資料館も行かなきゃいけないからね。大谷資料館ってところがあるんですね。そう、うん、あるんですよ。それは今日は行かないですよね。今日は行かない、今日は行かない。別にね。はい、餃子、いろんな店の全部食べるという、はい、企画やりましょう。やりましょう。で、その中でね、ランキング付けとかして、うん、楽しみましょう。いいですね。楽しいな。はい、そんな感じです。何です、昼からは稼働します。昼からは稼働します。はい、はい、じゃあそれに向けて頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあバイ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 してね。行ってきます。どうもー。11月17日の結果報告です。です。はい、今日はね、本当は午前中ね、ドンキに行って餃子、うん、食べ歩きツアー、食べ歩きツアー、なんて言うんだろうね、うん、餃子ミュージアムで食べ比べ的な、食べ比べ、うん、しようとしたんですけど、うん、なんだ、編集があまり終わらなかったのと、うん、あと、なんだ、今日行ったらめちゃくちゃ混んでる、日曜日ですからね、うん、はい、いうのもあったので、うん、多分明日行きます。はい、多分行きます。はい、はい、すいません、楽しみにしてくださってる方すみませんでした。はい、なんかね、うん、すげえ種類あるらしいじゃんね、うん、餃子ミュージアム的なところ。はいはいはい、なんか日替わりらしいんだけどもさ、うん、平日でだいたい25店舗前後ぐらい、はいはいはい、で土日でなんかめっちゃ増えて、うん、1日5、60店舗ぐらい、の餃子が楽しめるらしいですよ。へー、うん、いろんな店舗の人が作りに来てくれるっていう感じなんですかね。そんな感じなんじゃないかな、同じ人が違う餃子たくさん作ってもね、なんかなと思っちゃうけど、うんうん、すごいですね、うん、でも確かに50店舗だったらさすがに回りきれないですもんね。回りきれない、1日かけてぐらいでもじゃないと。いや、ほんとそうよ、うん、1日かかると思う、うん、だ平日がちょうどいいね。はい、おそらく、はい。で、まあね、今日16時ぐらいから稼働してたんですけど、うん、まあ、結果はね、マイナス3万1000ぐらいだったかな、うん、ですね、うん、はい。さすがに今日何やったか覚えてますよね。今日、はい、覚えてるよ。よかった、うん、聞いてください。はい、まず、うん、一発目、はいはい、売ったのはギフドド。そう、はい、正解。安心感がすごい。はい、ギフドド打ちました。はい、でその後結果一応言います。ギフドド結果、うん、あ、ギフドド、ギフドドは、うん、そうですね、まあ回るかなと思って座ったんですけど、うん、と結局まあ20回21回ぐらい、うん、そうですね、僕もそのぐらいでした、うん、11時でしたね、うんうんうん、で俺もカラコちゃんも当たったっけか、あったか、僕当たってないです。当たってないか。はい、俺が当たったんだな、1回ね、当たったね、1回ね、うん、で、ラッシュ入らず、うん、単発で終了、うん、で、やべえなって、あれいつもなんかシンフォギアの、最終決戦みたいな演出あるじゃないですか、うん、あれで金も出ることもあるみたいですね。あ、金あんだね。うん、知らなかった。知らなかったですよね。知らなかった。シンフォギアはね、絶賞の金があったりとかレインボーがあったりとかするんですけど、うんうん、あれも金があるみたいですね。金で上もあるのかもしれないですけど、はい、前田圭司は出てきたことあるけどね、うん、あの5人の中にしれっと言ってる、うんうんうん、赤でしたけどね、うん、あれ赤だったの。確か金あるって見たことないじゃないですか。まあ確かにね、金自体は見たことない、うん、まあそんな感じでしたね、はいはい、で、寄付それで終わって、うん、その後大会をしていろいろ見たけど、はい、まあちょっと北斗エイトが一番いいかねっつって、うん、まあ、そもそも結構日曜のね、まあ、夕方近辺ぐらいだったので、うん、座る台があんまないっていうね、うんうん、ほら選べなかったもんだね、うん、ですね、はい、でそう、僕と打ちました、はい、
これもなんか台によって違ったよね、回転数多分ね。そうですね、かなり裏がありましたけどね。僕が触ってたのは多分27か6って感じじゃないかな、28まで最初はありましたけど、ちょっと落ちてって、なんとも言えない数字になってきましたね。でもそこまでね、もう出玉を削ってないお店なんで、まあいいんじゃないですかね。よかった、はい、で打って、俺は当たらず、で、カラコちゃんが2回目2回ともエクストラで当たりましたね。ね、初っ端7点したね、エクストラ、左7だけど、なんかどういうことって思ったら、判定したらエクストラで、7点だみたいなね。あれ、何が起きたの？何が起きたんだっけ、もうよく覚えてない、大して熱くない黄色掘りぐらいだったんですけど、そう、なんか7、5、3とか分からないけど、なんかそんな数字で止まって、あれリッチになってないどういうことと思ったら、エクストラに行ったって感じですね。珍しいパターンなのかもね。で、その後ね、エクストラはあれ、なんだっけ、タイトル画面の時に十字キーを押すと、キリンフラッシュになってきたんですよね。ああれね、はい、ピョーンっすね。そんな音質じゃなかったです。そんな音です。ピョーンルルルルルル、黄色としてのね、点滅が大枠のところ。そうですね、ピョーンルルルル。何気に入ってるんですか。気に入っちゃう。で、当たったけどっていう感じですね。でしたね、はい。で、帰ろうと思ったら、たまたま仕事人の右打ちシャンプーを見つけて、はい、しかも 8% の10ランドプラスラッシュを引いたんですけども、そこまで伸びずっていう感じでした ね、はい、ね。でその後台移動したって言うのか、ホール移動したんだね。そうですね、まあ、ちょっとお使い切ったので、はい、で移動してそこでやったのが窓マギ、劇場版ね。おうって何も来ずちょっと前に1500発使って、はい、終了したんですね。はい、そこの店はあんまりいい台がなかったですね。なかったね。まだまぎもそんな回んなかったもんね。で、21回ぐらい。そうですね。はい、あれはやっぱり釘が開いてるように見えて回んないもんだね。まだまぎそうですね。何なんだろう。へそが狭いのか。そんなことある？そこ狭いっていうかね、基礎ゲージがあんまり良くないんでしょうね。ちょっと空いてるぐらいじゃ回らないですね。がっつり空いてるぐらいじゃないと、まとまぎは気をつけた方がいいですね。本当そうですね。はい。そんな感じだったね。そんな感じですね、今日は。はい、で、8時ぐらいに撤退したっけ ?7時半か。早めにね。まあ、早めに帰ってテレビつけたらもうすぐ山田がホームラン、逆転ホームランだったんで、ね、ちょうどよかったっすわ。ちょうどよかった。はい、よかった、これはずっと横でドラッグ SF やってたけど、寝たけど、30分で寝たけど、これ結構騒ぎましたけど、よく起きなかったですね。俺ね、もう起きないから、一回寝た。最近疲れてるって言ってるんだね。よかったです。いい息抜きになりましたよ。はい、で、ちょっと報告しなかったんですけど、一応もともとは栃木にいる予定が22日ぐらいまでだったんですけど、まあ、状況が23か、状況はいいということで26日までは延長したんでね。会いに来てください皆さん。チャンスですよ。飲みましたからね。はい、そろそろね、握手したり、サインもね、してあげて、はい、考えてますから。ひらがな、ひらがな、カラコって。かわいい。転売やめてください、皆さん。転売しても売れないから。いや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 。まだ、まだね、まだ売れないから。はい。っていう感じですね。旅がどんどん遅くなってますけど、まあいいですね、まあよかった、いい傾向だ、思ったより売ってる店が悪いっていうね。はい、ということです。はい、以上以上です。はい、じゃあまた明日もよろしくお願いします。はい、バイバイ、はい。
さんレッドロックしてんだよ。